ディープストライク。作戦種別。破壊工作。敵戦時系とか、この都市に補給基地を建設した。この基地は、敵軍の補給中継点として運用されているとみられる。この補給基地に対する強襲攻撃が、現在計画されているが、まずは、冬払いを、君のチームに任せる。基地に侵入し、中にある全ての車両を破壊せよ。そして、一切の痕跡を残すことなく撤収するのだ。都市に関する情報。補給基地は、都市の西の外れに位置している。道路経由でのみ、侵入可能だという。防御に関する情報。現在、基地は、人員不足の状態で、攻撃には絶好のチャンスである。基地の防衛及び、残った工事の監督のために、わずか一個部隊が配備されているに過ぎない。戦術。まず、基地へ侵入するための、輸送手段を見つけなくてはならない。基地の車両の破壊には、重火器もしくは、アサルトウェポンが必要となる。一方、ガードマンの制圧と、敵エージェントの足止めには、乗車低火器、または、支援兵器を用するだろう。基地への侵入用に使用した車両も、用済み後は、忘れずに破壊せよ。車壊れてもうた。ちょうどいいのがあった。あれに乗って基地から出よう。この車もきちんと破壊しないとね。撤収地点に着いてから車破壊すればよかった。
Thank you.